様、こんにちは、なりわでございます。はい、お散歩中でございます。今日は、曇り一つないいいお天気ですね。なんと気温14度、春のような陽気なんですが、風がちょっとね、冷たいです。歩きながらお話をしたいと思います。今日はね、ちょっと雑誌のね、ジンバルを持ってきましたので、いつものジンバルじゃないので、ちょっとだけ画面がね、ゆらゆらしてるかもしれないし、それと時々ね、耐えきれずにパタッとね、倒れたりします。ですね、私が今までにね、処分してきてよかったなと思うものをね、一つだけあげたいと思います。はい、それは何かと申しますと、マット類ですね。はい、台所のね、マットとか、お風呂場のマットとか、洗面所のマット、またはトイレのマット、お風呂上がりの足拭きマットですね、そういったマット類を私すべて、いつ頃だったでしょうかね、動画でマットをね、使うのをやめましたということで、動画を上げさせていただいたんですが、それをね、実行してからもう結構何ヶ月も経つわけなんですが、やってみて全然ね、不便を感じないですね。むしろそれがないことによって、床掃除が楽になりましたし、やっぱりマットがあるとね、それをいちいちどけてね、ベランダではたいたりとか、本当はなんだろう、そういうことはあまりしちゃいけないんですけどね、どうしてもベランダに出して干したりとかね、洗濯機をかけたりとか、いちいちどけないといけなかったんですけれど、その今はマットが全くないので、ちょっと待ってください。はい、失礼いたしました。久々に歩きながら、話していると息切れしますね。で、そのね、マット、何ヶ月ぐらいでしょう、数ヶ月、もう3ヶ月以上は経ってると思うんですね。で、その中の一つでもないと困るなと思ったことは一つもないですね。どれもなくても全然困らないです。ですね、湯上がりのお風呂上がりのマットは、タオルをね、普通のタオルを使用しております。それでもう全然問題ないですね。十分間に合うし、なので、まあ一番処分をして見てよかったものというのがマット類でございましたね。やっぱりお掃除、床というのは板の間っていうんですか、フローリング、まあとにかくほこりがすぐね、ちょっと一日でもお掃除しないとほこりまみれなんですよね。だから私思うんですが、フローリングで、そうなんですから、普通ね、カーペットなんかだったらどんだけほこりがあるんだろうと思うとゾッとしますね、ちょっとね。だから、なんだろう、息切れがします。マスクして話してるからかしら、ちょっとだけ外しましょうかね。今ここはね、どなたもいらっしゃらない、マスクの跡がもうこうやってつくんですよ。でもなかなか取れないんで、マスクしたらいいんですけど、跡がね、ついちゃうんで嫌ですね。綺麗。綺麗、お花が、いい香りですよ。お花がね、咲いております。マスクの跡が、まあしょうがない年です。はい、それでね、
まあ、あの、いいお天気でしょ。雲一つない青空でございます。今日ね、さっき言いましたっけね、気温14度。まあね、春の陽気ですね。でも風はね、ちょっとだけね、冷たいです。だから、歩くにはちょうどいいですね。はい。あ、そう。それで話を元に戻しますと、マット。全然なくて困らないですね。あの、むしろ良かったなと思います。手間が省けますし、ね、お掃除がね、あの、するときに、さっとお掃除にね、あの、マットいちいちどけたりとか、叩いたりとか、まあ、そういうことをしなくていいので、すぐね、お掃除にね、取り掛かれるので、時間短縮にもなりますし、あの、経済的ですね、かえってね。なので、私、ほんと、マット類はなくしてよかったなと思っております。今までは、あの、キッチン前のね、マットとか、要するにお台所するときに水滴が飛んだりしますけれど、でもね、毎日お掃除をしていれば、全然あの、こまめにね、モップいつも横に置いといて、ね、さーっと拭けばいいだけなので、全然困らないですよね。むしろマットがあると、それがあるだけに、まあ今度ということでね、あの、やっぱり全体のお掃除をするときにしか、あの、お掃除しませんから、で、それでいざお掃除しようと思うと、やっぱり、あの、お部屋の隅々にね、結構ほこりやらなんやら、いっぱい溜まっておりますね。それを思うと、すごい気持ちが悪いですね。なので、私は、あの、まあ、皆様方はね、ご自由です。これ、強制してるわけじゃございませんのでね、あ、こんな風にひっくり返ってしまいます。まあ、これは私が、まあ、やってみてよかったことの一つでございますので、よろしかったらどうぞね、参考になさってみてください。ではね、そろそろ大きな通りに出ますので、マスクをして、ね、歩きたいと思います。いつも皆様方、あの、なりわの動画を視聴していただきまして、ありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。